こんにちは、チャエヌです。今日はこちらのレギアの即やん。この中から選んでね、編もうかなって思ってるんですけど、まだね、ちょっと決めかねているんですよね。どれにしよう。まあ、春だし、春っぽい色がいいかなと思ってるんですけどね。春っぽい色だったらこれかこれかな。これ春っぽいかな。まあ、個人的にこの中だったら気に入っている色がこれとこれなんですけど、ちょっと今日これにしようかな。かわいいナスビみたいで、まあ、ナスビって春じゃないな全然。まあでもこれにしよう。袋から出しました。こんな感じです。かわいい。こちらの色番が02738番。購入先は概要欄に載せておくので、そちらからぜひ見てみてね。久しぶりにレギアの即やんで靴下を編みます。こちらの糸はこんな感じでね、勝手にボーダー模様みたいになるよっていう糸ですね。レトロで可愛いんですよ、この種類のね、即やん。で、今回は単色とかを使わずに、これのみで靴下にしていきます。それでは編んでいく。今回で8足目の靴下になります。まあ、まだまだ先は長いですが、今回も頑張って編んでいく。んで、ついさっきね、おしゃべりも良いんですが、編み機の音をもっと聞かせてくださいとコメント来てたので、まあ、ちょっとね、今回は編み機の音タイムもね、途中で入れようかなと思います。で、この靴下100足編む企画では、随時ね、トークテーマの方を募集しておりますので、何かね、このテーマで喋ってほしいなっていうのありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。今回のトークテーマは、チャンエヌの編み物遍歴について、こちらでいこうかなと思います。チャンエヌが編み物を始めたのが、もうね、正確に覚えてないんですけど、多分6年前ぐらいだと思うんですよね。6、7年前かな。多分私が26、7歳ぐらいの時に始めたと思います。で、当時はね、話だけ聞くとめちゃくちゃいい暮らしじゃんみたいな感じの暮らしっぷりだったんですよ。外から見たらね。仕事も週に2、3日しかしていない感じで、で、当時一緒に住んでいた方がいて、で、まあ、生活はまあその人が支えてくれるみたいな感じだったんですけど、まあ、なんていうのかな。まあその人に頼る生活になってたんで、我が強くってね、能動的に動きたいタイプの私みたいな女はね、なかなかその生活にマッチしなかったんですよ。で、言う通りに、まあ、動くっていうような生活をね、送ってたんですけど、それを良しとしないような性格なんでね、それは爆発するじゃないですか。で、爆発して家を出た時に、もう別に行くところもなかったんで、まあ、なんとなく本屋さん行ったんですよ。で、うろちょろ本屋さんうろちょろしてたら、たまたま、そのハンドメイドコーナーみたいなところに足が向いて、なんか適当に本見てたんですけど、一冊ね、かぎ針編みの本で、ちょっとカラフルなね、作品がバッて載ってるような本を見つけて、なんかすごい可愛いなって思ったんですよ。今まで編み物とかも全くしたことないのにね。で、ちょっとパラパラっと見てみて、なんかもしかしたらできるかもってなんかよくわかんないけど思っちゃって、でその足で近くに手芸屋さんもあったんで、
必要そうな道具とかを一緒に買って、で家に帰ってとりあえずやってみるっていうのが私の初めての編み物でした。で、まあ家事以外することがないみたいな、もうめちゃくちゃ暇な日々だったんで、もう見事に編み物にドハマりするわけですよ。時間がたっぷりあったんでね。なのでね、まあなんか癒しを求めて編み物を始めたとか、何かが作りたくって編み物を始めたっていう感じではなく、もう最初は本当にただの暇つぶしって感じでしたね。で、まあどうやら私はね、まあ編むのも好きなんですけど、編んでる時間も好きだけど、完成した時の達成感が気持ちいいタイプっぽくって、まあなのでね、編んでる間は、まあ時間つぶしっていう感じの感覚が、まあそれは今でもそんな感じで、で、出来上がった時の達成感を求めて編んでるっていう感じです。これはなんか人それぞれありそうですよね。なんで編み物をしているのかっていう目的とかがね。なんかまあ私はこんな目的で編んでるよっていうのあれば教えてください、ぜひ。この捨て編みを取る瞬間がチュッキ。はい、じゃあここからはね、しばらくは編み機の音を楽しんでいただくタイムにしようと思います。
はい、編み上がりました。今回は1回失敗したのでもう1回編み直しております。はい、でね、編み物遍歴のお話の続きなんですけど、まあなので私は大川さんが編み物をやっていたからとか、おばあちゃんがやっていたからとか、そういうのじゃないんですよね。なんか本屋で巡り合って始めたって感じなんですよ。珍しいのかな。最初はかぎ針編みから始めて、で1年後に棒針編みを始めたって感じです。で YouTube 始めるまでの期間は、ま、そんなに編み物なんていうのかな、そこまですごい長時間やるっていうわけでもなくって感じだったんですけど、ちょうどコロナの影響でね、さらに暇になってしまって、やることなーって思ってたんですよ。でなんでその時 YouTube に動画上げてみようって思ったのかも、もう全く覚えてないんですけど、なんでかわかんないけど、急に動画を撮って急に YouTube にアップロードして急に YouTuber になったんですよ私。まあだから YouTuber になってやろうみたいな感覚も私の中ではなくって、なんか誰かが見てくれるようになるともその時全然想像していなかったというか、まあ誰も見てくれなくてもまあいいやみたいな感じの感覚だったんですよね最初はね。でもなんか見てくれる人がちょこちょこと増えて、こりゃ私ももうちょっと真剣に編み物しなくてはなっていう感じになって、しっかり編み物の勉強をね、いっぱい本を買ってするようになりましたね。もうあれなんですよ、 YouTube 始めてからなんですよね私、なんかしっかりちゃんと編み物の勉強しようって思ったのが。多分順番逆なんですけどね普通は。まあだから技術的に言えばもう完全に YouTube と共に成長していったって感じですね。まあ、もうそもそも持ってるセンスとかね、私が好きな雰囲気とか、まあ、そういうのはもう最初から反映されてたとは思うんですけど、それを形にするってなるとまた話は別なんでね。まあ今ではこういうのが作りたいなとか、頭の中で想像したものを形にすることが、まあ、大抵のものならできるようにはなってきたので、まあ成長したってことなのかな。 YouTube 始めて丸3年、次の4月で4年になるんですけど、まあこの丸3年間の中で編み図が描けるようになったりね、まあ棒針編みもあんまり得意ではなかったんですけどね、最初の方なんて全然、まっすぐ編むものしか全然編んでなかったんですけど、まあ大抵のものは編めるようになってきたしね、やればできるじゃんって、まあ自画自賛ですけど思ってますね。まあ好きなことだから、そのなんていうのかな、ちゃんと勉強しようって思ったり、もっと上達したいなとか、もっとこういうことができるようになりたいなっていうのも突き詰めることができたんで、まあじゃないとね、もう私ってあんまり興味のないこととかに時間を注げないし注ぎたくないしっていうタイプなんでね、だから相当編み物は本当に好きなんだと思います。家族とか友達とかも、まあ私本当に全く幼い頃からね、編み物とか、まあ、手芸もそうですけど、そういうものに手を出すようなタイプでもなかったし、どちらかといえばね、もう外に飲みに行ってバーってするのが楽しいみたいなそんなタイプの人間だったんで、今ねこういう生活を送っているっていうのを、まあお父さんとかね、たまにしか会わないんで、こう YouTube を始めたっていうのも、まあ最初言ってなかったんですけど、なんかまあ始めて 1,2 年後ぐらいだったかなに教えてね、で私のチャンネルこう今こんな感じっていうのを見せたら、もうめちゃくちゃびっくりしてて、まあ家族でも驚きの現状なんですよねこれ
人生マジで何があるか分かんないし、私は編み物のおかげでだいぶ人生変わりました。あのめちゃくちゃ引きこもりになったしねもうなんか外出るぐらいなら家で編み物しときたいっていうぐらい引きこもりになっちゃったんで、まあでも今の生活はねとっても性に合ってるなって思うし、すっごく楽しいんでね、 YouTube の活動もできて幸せです。はい、完成しました。ちょっと柄合わせしなかったんでね、右左ちぐはぐですが、かわいいわ。はい、靴下ハキハキタイムです。なんかね、100足出来上がったら装着まとめを見たいくらいですってコメント来ててね、めちゃくちゃいいやんじゃんって思ったので、100足出来上がった暁にはね、この靴下ハキハキタイム100足分まとめて1本の動画にしたいなって思ってます。今回の靴下も可愛いわ。もう色合いがちょっと好みすぎる。最高の8足目となりました。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。